お姉ちゃんにサーヤちゃん、マヤさんにカノン、これで全員揃ったね。今日は誘ってくれてありがとう。みんなで茶作り楽しみだね。自分もバスパレの皆さんに手作りのチョコを渡したいと思っていたので助かりました。サーヤも来てくれてありがとな。デコレーションのこととかいろいろ教えてもらえると助かるよ。任せといて。あ、そうだ、作ったら味見も兼ねて後で私たちでも交換会しない？あー、楽しそう。あこ、超かっこいいチョコ作ってみんなをびっくりさせるからね。超かっこいいチョコってどんなチョコなんでしょう？アコのことだからきっとドラゴンの形のチョコとかそんな感じですよ。私はどんなチョコレートにしようかな。ホワイトチョコとか作ってみたいかも。ホワイトチョコいいですね。私もそうしようかな。まずは材料を買わないとですね。チョコレートの材料が売ってるお店いくつか調べておきました。マヤさんありがとうございます。よし、それじゃあみんなで最高に美味しいチョコレートを作るぞ。おお。チョコカラメルチョコクリームで手作りチョコ作ってみようかな。友チョコをあげる人がすっごい増えたな。嬉しいことだよね。たくさんチョコを食べたらお腹いっぱいになっちゃった。友チョコ？ いや、私はそういうの興味ねえし。板チョコが綺麗に割れるとなんか嬉しくなっちゃう。バレンタイン、みんなで交換するよと。これはカオル先輩の分。私もみんなでチョコ交換です。私は手作りしました。今日はみんなでチョコ交換、どんなやつにしようかな。今年ももらう側なのかな。なんでだろう。今日はバレンタインらしいよ。たくさんもらえるかな。今日はアイドルにとって大切な日。いつもありがとうございます。今日は私たちにとって皆さんに感謝の気持ちをお届けする日です。バレンタイン、パスパルのみんなとチョコ交換する予定なんだ。バレンタインにはカオルさん宛てのチョコが部室にたくさん届くんですよ。バレンタインはお姉ちゃん用に犬型のチョコ作ってみる。今年はメンバーのためにチョコレートを作ろうと思うのですが、今日のためにすぐちんにチョコの作り方を教わったんだ。リサから友チョコというのをもらったわ。まったく。バレンタインは私の本領発揮しちゃうよ。期待してて。ハチミツ入りのチョコを作ったらミシェル喜んでくれるかな。私も友チョコとか用意した方がいいのかな。世界中の人にチョコを配ったら世界中が笑顔になるのかしら。私のもらったチョコレートの数かい。それは秘密さ。この時期はいろんなカフェでチョコレート